はいどうも皆さんこんにちは。本日もポケモン動画撮っていきましょうか。さあ3月もいよいよ上旬が終わりますね。もうすぐ中旬よ。いや早いね。もう中旬か。さあってことで今ネット上で様々な情報がたくさん出回ってるわけですが、特に第9世代はかなり出回ってますね。一体こんな画像どこから撮ってきたんだっていうような画像が出回ってたりとか、まあすごいね状況になっているわけですが、まずはこちらをご覧ください。皆さんこの画像どう見えますか？いや何に見えますか？そうですよ、第9世代の戦闘シーンだと思うんですが、こちらはホゲータかな、多分ホゲータかと思いますね。でホゲータに関しては新しい御三家かの炎タイプのポケモンなわけですが、ただ対面してる敵が多分これ新しいポケモンかなと思いますね。で名前がアラクジンっていうらしい。まあかなり独特な名前ですね。でツイートによるとこのような形で紹介されてました。なんかこれ見ると割とね詳細まで展開されてる感じかちょっとわかりませんけど、でアラクジンっていう名前でアラジンとクモとジンっていうのが掛け合わされて、まあこういった名前になったみたい。でタイプに関しては鋼と炎ってことで、まあ結構珍しい感じはしますね。でコンセプトカタプラーナジンスコーピオン、なるほどね、なんかすごいな、アフリカとかにいそう。まあ日本ではまずいませんよね。でカタプラーナってことでポルトガルのシーフード料理を作るために使用される調理器具。へえそうなんだ、知らなかった。まあそれは当たり前か。ただまあ確かに今作はスペインであったりとかポルトガルが舞台になってるから、まあ確かにそれに由来するポケモンではあるってことか。で、ジンっていうのは人間と動物の形で現れ、人間を所有することができる、より低いランクのインテリジェントなアラビアイスラム教徒の精神と、まあ、Google 翻訳によって直訳されているから若干おかしいところはありますが、まあ大体意味はわかりますよね。なるほどね。で、それらが掛け合わされて、アラクジンっていうものが形成されてるってことか。しっかりと由来があるんだ。面白いね。で、まあ、パッと見た感じだと、まあ、コラには見えないから、まあ、実際問題として、こういったポケモンがいるんでしょうね。なるほどね。で、戦闘シーンをもうちょっと拡大してみましょうか。で、拡大すると、なんか、オアシスみたいなところがありますね。よくよく見てみたら。確かね、ポケモン第9世代の PV でも砂漠のシーンが映っていたと思うんですが、やはり砂漠だけじゃなくてこういった形でオアシスみたいなところもあるってことか。で、遠くの方には崩れた城みたいなところが見えますね。わかるかな？城壁とあとはタワーみたいなものが2つあって、でタワーが崩れてるんですよ。で城壁も崩れてるように見えるんで、多分滅亡した古代の城かな？多分そういったものが存在するのかなと思いました。ですので、あそこの付近でも限定ポケモンとかが何かしら出そうな感じがしますよね。あとはオアシスがあるっていうことで、ここでしか出ない水タイプのポケモンとか、多分そういったポケモンとかもたくさん出てくるんじゃないかな。はい、まあこういった感じで今ですね、なんか新しいポケモンが展開されておりました。いやーびっくりだわ。皆さんはこのポケモン見てどう思いましたか？もしよろしければ感想をコメント欄に書き込んでいただければ幸いですね。よろしくお願いします。ただこれを見てみる感じだとコマンド制バトルってことか。まあ海外の噂ではもしかするとアルセウスみたいな感じで若干バトルの仕様が今作から変わるんじゃないかっていう噂であったりとか予想が立てられていましたが、ただこれを見た感じだと従来のポケモン、まあ剣盾に戻るみたいな感じか。まあ剣盾とかダイパリメイクみたいな、まあ戦うポケモン逃げるバックってことで、まあ選択肢に関してはアルセウスでは変わりませんが、ただコマンド制っていうところがなんか安心感がありますよね。なんかこれこそポケモンみたいな感じよ。あとはもちろん当たり前ではありますが、早技とか力技っていうのはなさそうですね。まあこれはこれで一安心か。ただパッと見た感じだと砂漠のフィールドなんで、でこちら側のポケモンがレベル15で相手が11だから、だいぶ序盤から砂漠の方には行けるってことか。まあレベル的にはあれですよね。多分最初のボスっていうか最初のフィールドは多分ね、砂漠になるのかな。今作はオープンワールドなんで、
まあ、様々な地域に最初から行けることが予想できますが、ただ出てくるポケモンのレベルとかを見てみると、まあだいぶ序盤というか、今回は最初に砂漠に向かうことになるのかなと思いました。まあこの画像からも様々なことが考察できますからね。まあこれはこれで面白いわ。ただ名前が面白いよね、アラクジンって。なかなか個性的なポケモンですよ。ちなみにですね、横から見た画像も出回っていて、で横から見た画像はこんな感じかな。まあ正面からだと分かりませんが、側面はこんな感じで、よくできてるので、やっぱりね、コラ画像ではないよな。しっかりと影もあって、ポケモンのデザインもしっかりと出来上がってるから、まあこれは本当に出るんでしょうね。まあそういった感じでございます。おそらくこれからも続報として新しいポケモンの情報とか様々な情報がどん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 出てくることになると思うので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからもポケモン動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないと思うので、ぜひ気軽によろしくお願いします。ただもう一点気になってることがございまして、第9世代の PV でもありましたが、今回のポケモンやっぱりシンボルエンカウントになるのかな。まあずっとシンボルエンカウントみたいな感じかな。多分その可能性が高そうではありますよね。まあそれこそアルセウスとか剣盾のワイルドエリアみたいな感じになるのかな。まあシンボルの方がぶっちゃけ個人的には好きっちゃ好きだからいいんだけどさ、なんかそう思うと本当にオープンワールドって感じがしてきますよね。さあ今回明らかになったアラクジン、果たしてどれぐらい強いのか、進化したらどういった姿になるのか、まだ全くわかりませんが、個人的にはめちゃくちゃ楽しみではありますよ。まあフェイク画像であったりとかファンアートであったりとか、そういったものはたくさん出回ってますが、ただこういった形で実際の戦闘シーンが出回るのは多分今回が初めてだと思うんで、多分1回出たっていうことはこれから継続的にどん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 出てくるんでしょうね。まあもしかすると今見たところはテストプレイの画像で、製品版とは若干異なってる可能性はありますが、ただ言ってもテストプレイと製品版でそんなに変わらないと思うから、まあまあまああのまま行くんじゃないかなと個人的には予想してますね。あとはホゲータの後ろ姿が今回見えたわけですが、どうですか。ところで皆さん、新しい御三家の中ではどれが好みですか。ただまあネット上の噂とかを見てると、ニャオハがやっぱり一番人気かな。時点でクワッスで3番手にホゲータみたいな感じ。ただパッと見だとホゲータも結構可愛い感じがしますが、どうでしょうか。ただこう見てみるとさっきの戦闘シーンよくできてんな。やっぱりあれは本物でしょうね。後ろ姿もうまく再現されてるんで、あれは本当にすごいわ。ちなみにですね、ニャオハ、ホゲータ、クワッス、こちらの最終進化形態、今ネット上でかなり画像が出回ってますが、あれは今のところ全てガセですね。今のところは全てガセで、基本的にはファンアートになってます。いや本当にね、ツイッターって怖くて、すぐに拡散されるからな。気づけばバズってるみたいな。まあ日本ではあまり見られませんが、海外ではファンアートが結構多くて、しかもね、クオリティが相当高いから、たまに間違えてしまうことがあるんですが、ただ間違えてしまうほどクオリティが高いっていうことだからすごいと思うわ。さあそういったところで今日の動画この辺りで終わっていきましょうか。で今日の動画ではこちらのアラクジン、まあ果たして本当に出てくるかどうかっていうところはまだ不明ですが、ただこのアラクジンが今ツイッター上でかなりの盛り上がりを見せてるっていう話で、このポケモンに対してどう思ったか、どういう活躍をしてくれるか、そういったご意見であったりとかコメントをしていただけると幸いです。よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。最後にチャンネル登録をよろしくお願いいたします。